今からルームツアーを始めていきたいと思います。まずこのお家は 2LDK の65平米です。彼とワンコの3人で暮らしています。まずテレビ周りから紹介していきます。こちらのテレビ台は一人暮らし時代に使っていたもので、1万5000円くらいで楽天で購入しました。ここの長さが調節できるのでかなり便利です。テレビは55型を使用しています。ここのテレビの横のスペースがかなりお気に入りで、ドライフラワーなどを飾っています。こちらの絵はアメリカのターゲットで一目惚れして購入しました。5000円ぐらいで購入しました。こちらの花瓶もあまり日本にはないデザインで、イギリスの H&M ホームで購入しました。ディフューザーにはまっていて、もうほとんどなくなってしまったんですけど、こちらは1万円ぐらいで購入しました。こちらのドライフラワーと花瓶はアクタスのものです。3000円ぐらいで購入しました。この黒いテーブルはイケアで購入しました。このスペースは見るたびに気分が上がるのでかなりお気に入りです。こちらのスタンドライトはイケアで購入しました。ここの長さは調節できるのでかなり便利です。下に置いてあるカゴはイケアで購入しました。この中にコロコロとスチームを置いています。この鏡はニトリで購入したんですけども、ちょっと重いんですけどインテリアとしても可愛いので購入しました。ずっと使っています。カーテンはイケアで購入しました。カーテンを詰めるやつがないのでリボンで代用しています。次にテーブルを紹介していきます。テーブルは楽天で3万円ぐらいで購入しました。ここはもともと黒のガラスだったんですけど、飽きてしまったのでアマゾンで買った大理石のシートを貼っています。100均よりもかなり貼りやすくて、ツルツルの素材ではないので安っぽく見えないのでおすすめです。ここに引き出しがついていて、この中にスキンケア用品を入れています。こちらの引き出しの中には筆記用具やリモコンなどを入れています。あとワンコがトイレができた時にすぐに褒められるようにおやつをこの中に入れています。次にソファーを紹介していきます。ソファーは楽天で5万円くらいで購入しました。こちらのクッションはタラホームで買いました。このクッションはワンコのお気に入りで、ガンダの H&M ホームで買いました。こちらのブランケットは無印で安くなっていたので購入しました。ワンコがかなりお気に入りで、いつもこの上に座っています。こちらのブランケットもザラホームで買いました。4000円ぐらいで買いました。ザラホームのクッションは日本だと4000円ぐらいするんですけど、ヨーロッパだと1個2000円1000円とか2000円ぐらいなので、ヨーロッパに行った時はザラホームに行くことをおすすめします。この絵は私が描きました。ダイソーで額縁を買って飾っています。次にワンコのスペースを紹介していきます。ワンコのゲージはアイリスオーヤマで1万5000円くらいで購入しました。ここがウッド調になっているのでインテリアともあってかなりおすすめです。ワンコのベッドはアマゾンで購入しました。
Amazon チョイスに載っていて、かなり安かったんですけども、全然崩れないのでおすすめです。ワンコの餌入れはルクルーゼを使っています。こちらも3、4000円で買いました。とこちらはワンコの必要なものを入れています。歯磨きとかリセッシュとかを入れています。このカゴはスタジオクリップで買いました。とこちらのドッグカメラは餌が飛ばせたり声をかけたりできるので、ワンコを飼っている方はおすすめです。3万円ぐらいで購入しました。この板はイケアで1000円ぐらいで買ったものを両面テープでくっつけています。とこちらのカゴにはワンコのおもちゃを入れています。イケアで購入しました。こちらの箱にはトイレシーツを入れています。100均で購入しました。リビングはこんな感じです。こちらの絵は私が描きました。ダイソーで額縁を買ってきて両面テープでくっつけています。玄関はシューズインクローゼットがついています。1畳か2畳ぐらいのスペースに2人分の靴を入れています。下によくキャンプに行くのでキャンプ用品を入れています。このワゴンはコールマンで購入しました。1万2000円ぐらいだったと思います。スーツケースは2つここに置いています。書類はなくさないように大事な書類は玄関に置いています。洗面所を紹介していきます。洗面所はこんな感じで三面鏡になっています。ここに置いてあるディフューザーはザラホームで買いました。でこれは今ハンドソープがなくて代わりにボディーソープを使っています。鏡を開けるとこんな感じです。これは彼のものなんですけども、この香水は一緒に作りました。でここには小さい出資用品を入れていて、この箱はソストレーネグレーヌで買いました。ここには小さい香水を入れています。反対側にはこのカゴの中にヘアアイロンやドライヤーを入れています。ここを開けるとタオルと犬用のペットシーツを入れています。下の収納はお掃除用具やシャンプーのストックなどを入れています。このカゴはダイソーで購入しました。キッチンを紹介します。キッチンは結構広めで収納がたくさんあるので、コンロ周りなどにはあまり物を置かないようにしています。キッチンはほとんど IKEA のものが多くて、マグカップスタンドも IKEA で購入しました。800円ぐらいだったと思います。この白い棚も IKEA で購入しました。このお砂糖と塩お塩を入れるのはアフタヌーンティーで購入しました。この塩を入れているのはセリアで購入しました。このマグカップとかはパリで買いました。こちらのドライフラワーはネットで購入しました。水切りラックは IKEA で購入しました。換気扇の上にドライフラワーを置いています。まな板も IKEA で購入しました。パスタ入れは100均で購入しました。でこちら側には電子レンジ、炊飯器など置いています。お気に入りはこのカゴで、この中にドッグフードを入れています。このカゴは IKEA で1000円ぐらいで購入しました。こちらの収納はこの中にパスタなどのストック品を入れています。このカゴは100均で購入しました。このカゴも100均で購入しました。この中には
糖や小麦粉など粉類を中心に入れています。ベッドルームを紹介していきます。ベッドは IKEA のフレッケというものを使っています。もともとはシングルベッドで、これを伸ばすとクイーンサイズになるものを使っています。ここに吹き出しがついていて、洋服などを収納できるのでかなり便利です。ベッドカバーは IKEA のものを使用しています。シングルサイズを2つ並べて寝ています。こちらのサイドテーブルは IKEA で購入しました。こちらのアロマは無印で購入しました。寝る前にいつも使っています。これがライトが2段階で調節できるので間接照明としても使えます。お気に入りはラベンダーとブライランです。またこのライトはオランダの雑貨屋さんで購入しました。こんな感じです。こちらにウォークインクローゼットがついていて、2畳ほどのスペースに彼の服が入っています。ベッドルームはだいたい7畳くらいです。